どうもこんにちは、セーラームシューの鈴木でございます。本日はですね、短い動画にはなりますけども、お知らせでございます。もしよろしければご覧ください。どうぞ。はい、本日はですね、宮城工業カスタメイドシューズの一部革が、オーダー受付停止というふうになっておりますので、そのお知らせでございます。実はですね、今回、オーダーの受付を停止する革が2種類あります。まず1種類目、 STE の13型押しの、ダークブラウンでございます。今ね、画像が出てると思うんですけども、色味をですね、なんとかお伝えしたいと思いまして、横にですね、ディックカラーの、番号がついたですね、色を並べております。こんな雰囲気だなっていうね、感じ取っていただければなと思います。でもう一つがですね、 KI の21キップのキャメルでございます。発色が、少しオレンジかかった感じです。でこちらの革も、同じようにですね、ディックカラーを横に添えておりますので、まあ色のですね、雰囲気を、感じ取っていただければなと思います。一昨日の火曜日ですか、こういった感じで書面が届きました。まあ基本的にはですね、それと同じような内容が書いてあります。写していけないところは、ちょっと省いておりますけども、入荷遅延のお知らせということで、まず一つ目が STE の13、そしてもう一つ KI の21、これにつきましては、入荷が遅れております。今のところ、2023年2月下旬に入荷する予定というのがこちらの STE の13、そして2023年3月下旬に入荷予定というのが KI の21となっております。ただこれも一応そういう予定ではあるんですけども、確定ではございませんのでご了承ください。つきましては誠に申し訳ございませんが、本日から受注を一時停止させていただきます。ご迷惑をおかけして、大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げますというですね、文書が届いております。これらの革なんですけども、これからずっと入らないというわけではなくて、一応入ってくる予定にはなっておりますので、新規にオーダーをお考えの方はですね、今しばらくお待ちいただきたいと思います。もうすでにですね、オーダーいただいた方に関しては、これらの革に関しては確保されておりますので、そこは、ご安心ください。まあ、いずれにしましてもですね、また入荷しましたら動画なりテキストなりで皆様にお伝えさせていただきます。はい。何卒ご容赦くださいませをよろしくお願いいたします。ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。実はですね、昨日定休日だったということもあって、ちょっと知り合いから頼まれた靴の資材を買い出しに南千住とか浅草の方のお店を何軒か回っておりました。でそこでですね、結構衝撃的なことをあちこちで聞きまして、革の、日本への入荷が相当落ち込んでいるということを伺いました。でそれは革専門の資材屋さんと革を主軸として扱っていない店舗さんも同じように皆さんおっしゃっていたので、結構まずい状況なのかなという気もします。でさらにいい革からだんだん影響を受けてくるということもあってですね、特に今一番言われているのが黒ブラックのカーフの中でも上位にランクされるような革が今本当に入ってこないということでした。今うちは、フレンチカーフ、あのねのフレンチカーフも扱っておりますけども、これもいつまで続くのかなというのはちょっと心配になりますね。まあこれがね、今後どうなるかは正直分かりません。さらに革の入荷見込みというのが先延ばしになるかもしれません。はい。まあいずれにしましても、本当にもう自分ができることというのは、そういった情報が来たらもう死のもの言わず皆さんにその状況をお届けするということだけになります。はい。ということですね、本日は以上でございます。チャンネル登録、それからグッドボタンをどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。